ゲームは6回の表、ドラゴンズの攻撃は先頭バッター山井の打順ではあるんですが、ピンチヒッター藤井が起用されます。まあ、こういった形が DH 制がないというね、形では、ピッチャーが降板するというケースが多くなってきます。まあね、やばい立ち直ってるんですけどね、はい、結局もこれで、ね、勝ちっていうのはないっていうことですから ね、やばい自身のね、はい、まあ、チームはね、逆転することあっても、やばい自身が勝ち越しになるっていうことはもう、権利消滅なんでね、はい、バッター藤井です。この打球がセンター前に抜ける、先頭バッター出た。この6回ノーアウトランナー1塁です。代打の藤井、センター前に弾き返しています。まあ、この回でしょうね、先ほどの好プレー2つでね、はい、追加点阻まれましたから、しかもここ先頭バッターヒットでしょ、で上位に行きましたからね、まあ、上位打線は昨日見てましたが、そんなに悪いっていうことはないですから ね、ですからこの回が一つのポイントじゃないですか。はい、さあ、この守りでも好守備がありました。もう、はい、山崎ノーアウト一塁です。これもショートの頭上を破っていく、真ん中回っていきそうで長打になる。藤井は二塁三塁を待ってホームに帰ってくる。バッターランナー大城も三塁に向かった。タイムリースリーベース、藤井ホームイン、ドラゴンズ1点を返しました。大城タイムリースリーベース、1点返してノーアウト三塁。まあ本当ね、なんかこの野球の流れってね、面白いですよ ね、さっきの本当好プレーで、はい、中日にちょっと流れ来てますから ね、うまくいってますしね、この打球が左中間を抜けていきます。藤井が2塁3塁を蹴ってホームに帰ってくる。バッターランナーは3塁に向かってスリーベースタイムリー。まさに